なんかさ、薬だけ出してもらって、あ、ヨシさんありがとうございます。ここ、あ、おう。なんかさ、ニキビできちゃってさ、急にね、普段できないけど、ニキビできちゃったので、ちょっと薬を塗りながら配信していただきます。ちょっと今から行かないといけないんで、準備しながらするの。前髪がね、だいぶ長い。昨日さ、私ね、アイロン生活、アイロン NG 生活してたんだけど、さ、なんか昨日めっちゃ適当に乾かしてたから、なんか寝癖がすごくて、朝起きた時びっくりしちゃった。だからちょっと今からシュンスさん、ありがとうございます。カンさん、ありがとうございます。ちょっとね、ほら、なんか寝癖やばいんだよね、ほんと。だからちょっとアイロンする。修行さん、ありがとうございます。DM、 あ、今 DM、 ん、今目撃者あるんだ。1時半会員ぐらいだったよ、なんか。あ、ともちゃんさん、ありがとうございます。免疫の公園、ロッキーだけの公園、みんな泣いてたね。もう1年って早いよね、まだだけど。でも1年前の今日は日々レッスンを頑張ってたから、みんなで、なんか結構ロッキー公演好評だったっぽいんで嬉しかった。昼夜ねして、そう、昨日シンポジだったんですよ。私シンポジでした。じゃん、でした。ありがとうございます。もうみんなね、
シンポジだったんですけど、ちょっと鏡持ってくる。なあ、じゃあ上でした。ジャンルは初めて。おだちゃんが演じ、あ、ゆいさんがいないですよね、今日の公演。だから、なんか前々やってましたよね、なんかおださんとひろなさん。めっちゃ疲れて昼まで。そんなことしてる場合じゃない。昼はあれもしましたし、昼公演終わって、なんか夜のリハ、ユニットリハして、もうあと開演まで1時間しかない、30分しかないみたいな感じ状態。みんな汗汗って寝るとかもできない。ご飯食べて、なんか滑り悪いからめっちゃギザギザよ私。今日アイロン、なんかまっすぐなんないな。シンポジ、そう、追加曲もしたし、まあ昼はなんか懐かしのってやつで、夜はなんか新しいやつっていうか、わかります。なんかさ、でもさ、ずっと怖くてさ、なんかあの昼公演のさ、言っていいか分かんないけど、昼公演の自己紹介の時さ、3列目なんで一番最後なんですけど、やっぱさ、ジャンヌのさ MC の中で、私はあのおしゃべりが得意ですっていうさ、なんかなんて言うの、ジャンヌ昼、夜はまあ大丈夫だけど、昼はそんなになんかお話が得意ですっていうメンバーが いたってわけでもないから、なんかすごく不安でさ、だから、いや3列目のさ自己紹介の時さ、なんかみんなさ、あの何もさ、何もないからさ、ちょっと怖くてさ、なんか空気がもうマジで裏行った瞬間泣きそうになる。いや、やばいと思って、あの時点で、あ、やばいやばいってなって、
マジユニットもユニット明けも地獄やろなと思って、なんか最悪マネージャーさん、ロケのマネージャーさんにあの最悪話すことなかったらチャームの話って言われたけどしなかった。マジでメロンパンね、なんかもう本当にでもなんかね、昨日必然 HKT と必然的やって夜メイクノイズと言い訳メイビでもなんか昼の公演マリアさんが見に来てくれてたっぽくて、すごくめっちゃ長文でアドバイスくれました。なんかあとロッキー全体にと個人的にみたいな感じでマネージャーさんから送られてきたけど、まあ昨日ロッキー、あれ大丈夫だったかな、なんか変なこと言ってなかったらいいんだけどね、 MC ちょっと見返してみないと分かんない。でもさ、別に今初めてだからね。いやでも私的にはな、超個人的にはあのヒーローとかがジャンヌするのかなって思ったの。おしゃべりメンバーできるのか、 MC とかしたことあるメンバーなので、ここ髪の毛全然まっすぐならないんだけど大丈夫かな。まあいいや、髪結んどけばどうにかなるさ。やっぱさ、なんか
265日目だって。まあまっすぐ、なんか嫌だな今日。暑い。アイロンしてたらアイロンの熱が体なんか体に。できない。これあれの、あ、間違えちゃった。こっちでとかそう、こっちだった。ん、こっちか。鏡じゃないと分かんないもんですね。髪の毛切りたいですよね。本当に。でもいつ行こっか迷ってる。人種主義に選ばれた時意外だったって。そんなことないよ。私人種主義かなと思ってたもん、ちょっと自分で自分で言うのはね。いや、なんか年齢制限とか特にないなら尋常主義だろう。わかんない。でもジャンルとかも言われたことあるけど、ん、なんかでもグッチはジャンルは弱そうって言われたから言われた。なんかジャンルしたらなんか弱そうとか似合わないと言われちゃって。ヒーローは順主義かパジャドラかとか。でもさ、そういうのってさ、あの空いてるポジとかにもよるじゃないですか。なんかできるするポジって。そういうヒーローはパジャドラか順主義か。みんなもうジャンヌで、いくのちゃんもジャンヌって言ってた。RJさん、ありがとうございます。悩みを巻く。番組は私多分一番長いかも最近で、ね、すぐ切っちゃったからさ。切っちゃってたから。私の前髪は何ポジ？私だからこの今回で2ポジ目になりました。でも意外と覚えれるもんだからさね。パジなんか別に覚えるのは難しくなかった。なんか
でも昨日も夜公演さ、前髪さ、もう昼のまま出たの、何もなんか直さずに、ケープもすらしてないから、マジで髪の毛がさ、前髪がマジ動きまくって邪魔だった。タカさん、ありがとうございます。いい感じ。ピッパーランチ食べたことある？あるよ。てか猫終わってピッパーランチ行った、みんなで。でもさ、本当に私ジャンヌの背景が死ぬほど緊張って不安だったんですよ。なんかさ、あの多分ジャンヌとか背景がしなきゃいけないやつって事前に多分リハでジャンヌして2 years っていう流れにするんですけど、なんかバタバタしすぎて、なんかそういう状況さえできなかったから、もう一発本番みたいな。そしたら靴が右しかなくて焦って、でもギリ間に合ってっていう。なんか髪の毛よねよね、今日湿気すごいかな。そう、早着替えって言って、もうあれってさ、じゃあ後半戦もまだまだ盛り上がりましょう、それじゃあこちらの曲ですみたいな感じで振ってから、ドゥルルルルドゥ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 ル。マジでびっくりした。無念くれやすい。でももうめっちゃ衣装さんとかも手伝ってくれるんですよ、さすがにね。でどっち行ったらさ、やっぱダメだから。なんかめっちゃ暑い、とりあえずさジャケット着たんだけどさ、マジ死ぬほど暑くてびっくりした。マジ暑すぎて。でもなんかジャンヌさ、移動し、あの最初出てるところ、あの
なんだっけ、何の話しようとしたっけ。ジャンヌ、あ、そうそうそう、トゥン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 ってところ、まずあの最初のところ、出だしのところ、あの出てくるところあるんですけど、そこがさ、私いつもさ、あの練習別しなくてさ練習っていうか、レッスン上でするからさ、レッスン上ってさそんな広いわけじゃないからさ、実際なんか出たらさ間に合わなくてさ、やばい、なんか前髪たちがなんかもう外れ、でもおかえりな、おかえり、明日ここに手土地ってないよ、ニキビの、でも昨日そう、ココッペとハンちゃんがお家に来てたんですよ。お家に来てて、なんか塗りたいところに塗れないんだけど。そう、エンジンもさ自分たちで決めたんです。あれ博多で出会った私たち、博多で出会った私たち、けこの時間はずっとだからものってやつ、やっぱさ一人じゃなんか先生に変えてって言われたんですよ。あれはあれは一期生の先輩が考えたやつだから、今なんか6期生さを出すために、なんでなんで変えてって言われて、セッシュさんありがとうございます。で、本当に変な、本当ふざけてるのかと思ったんで、あのね、みんなで決めたんだけど、みんなで決めたんだけど、なんか本当にみんなが変なことしかやらなかったの。そうだからさ、あのエンジンがいつもと違う、そういつもと違うからさ、なんか笑ってたみんな。エンジン。ことで出会ったあの人たち。でなんかさ考えてたらか、なんかやっぱ学生が多いからなのかわかんないけどさ。なんか出る言葉すべてが学級のスローガンみたいになった。なんかあるじゃないですか、学級スローガンを決めて、ああいう感じの言葉がめっちゃ出てきて、
ことで出会った私、なんか K が先に決まって、 K をなんかいろいろ候補があったけど K から決めて、で K に合ったような感じで作ろうってなって、K みたいなやつをやってから、今日子供の日か、チャーハンと卵を飲んでいたのに、バンバンバン、なんかでも昨日後でなんかさ、メール難しいんだよね、私真面目なメール送れないからさ、真面目なメール送れないもんだったし、そう真面目なメール送れないからちょっとみんなの参考にしてから送るの、まあそんな真面目なメール送ったことないんですけどね、特に。昨日の感想、真面目な語り欲しいがって、マジか、でなんかみんなそんな真面目なこと書いてなかったくない？書いてたっけ、レイヤちゃんぐらいじゃない書いてるの、グッチとかリチェキもちょいマジ、記者のもがめは全員撮るんですけど、私なんかメンバーに見られてるって思うとなんか言えなくて、そういうまあ別にそんな書こうとも思ったことないんだけど、そういうちょっと私どうしよっかな、やっぱ真面目な方がいい、そうなんかメンバーに見られるの嫌なんだよね、なんか
真面目なメール書けない。自信、え、自信あったの？大丈夫ですか？まあ、真面目なメールで、私なんかさ、そう、グッチにメールがなんかめっちゃ冷たい、まあ、それはそ、なんかまあ自覚ありだけど、なんか冷たいから、効果入れてない。風邪じゃない？多分風邪入れてるよ多分。今さっき風邪すごいもん。そう、グッチになんか、あの、例えば私がえ、本当にあったの？福岡風邪で、え、私のとこは来てないけどな。え、震度6。ほんとだ、42分。え、7だよ、最大震度7だって。福岡何も被害ない。石川とか新潟とか群馬とかそっちらへん、長野とか石川県とか、やばいね。リアちゃんが福岡に来てから地震あんまり、リアちゃんロッキーだから、あ、ロッキーじゃない、ロッキーじゃない違う、そう、リアちゃん福岡来てからなんか地震全然なくてびっくりみたいな言ってた。はい、ああ、7だったよ最大震度は。大丈夫ですか？確かに余震ね。あんまり大きな地震は私は経験したことないんですけど。なんだっけ、なんか今調べようとしたことあったけど、グッチに、そのなんか私がめっちゃ文がなんか冷たいから絵文字つけてって言われて、じゃんじゃんじゃん飛んで、そう、それだけだよ私。何言おうとしたんだろう。絵文字、私好きな絵文字わかんない、なんか変換したらさ出てくる絵文字とか適当に使ってるんで、わかんない絵文字何使えばいいか。え？電車めっちゃない。
おしまいく作らないかな。でもなんかすごくつくなんかさ、2回公演の時ってめっちゃ肩が痛くなるんですよ。 MC 中にここら辺めっちゃ痛いの。なんか制服の目の時も痛かったんですよ。制服の時でも最近の子は別にそんなことないので、まあ体力の問題。2回公演の時肩がバキバキで痛すぎる。なんか肩が痛いんですよね。なんか揉んでほしいもん。欲しい感じ。四十型って違うやろ。十代やまだ。十代型。あ、違う。十型。緊張から来るんじゃないと思う。なんか。たくさん踊ってるからかな。昨日さ、マジめっちゃさ夜釣りそうにあってさ、あのアンコールに着替えてる時がめっちゃ釣りそうになって、なんか足のへこん、あの足のひらのへこんでる部分って上がります。なんか、うん、まっすぐじゃない限りちょっとさこんな感じであると思うんですけど、やばいやばい、空洞がなんかここがそう土踏まずじゃない限り、まずなんかわかります、私別に土踏まずじゃない、土踏まずじゃないんですけど、まあ、足ってこうなってるじゃないですか。こうなってる、あ、こうなってるこうなってるから、でここの、あ、まあ別にそれはどうでもいいんだけど、めっちゃ足のひらがで釣りそうになってめっちゃ死ぬかと思った。もうやだ。でもなんか意外と踊り出したらどうにも思わない。でもなんで痛くなる原因は、あ、つっちゃう原因は水分不足ですかね。多分汗で出ていくから。待って、そろそろ終わらないといけない。私ランキングをお読みします。13位カベチュラさん、ありがとうございます。12位
シンさんありがとうございます。11位リカさんありがとうございます。10位カイグリフォンさんありがとうございます。9位森翔さんありがとうございます。8位ツインギーザさんありがとうございます。7位博多の細麺さんありがとうございます。6位ユスさんありがとうございます。5位バイケンさんありがとうございます。4位ともちゃんさんありがとうございます。3位タカさんありがとうございます。2位 BJ さんありがとうございます。1位ともちゃんさんありがとうございます。ありがとうございました。そうちょっと用事があるのこの後。ありがとうございました。